Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのレイニーです。母体英語、以前にお会いした気がします。英語では。以前にお会いした気がしますを英語にするんだったら、私だったらこうします。I feel like we've met before. まあこれは初めて会った時にちょっと気になる相手に使いたい、まあ、ナンパのお決まり文句とでも言いましょうかもしくは全然恋愛感情を抜きにこういう会話も使うことができますがこれをあえてモテ英語としたのはまあねあの何せならうちの両親父がそのようなことを言って母と出会ったからということでこれをモテ英語とさせてもらいました。モテ英英語語以前にお会いしした気がしますは英語で I feel like feel we before we've met 会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。アプリ、レイニー先生の動画で簡単英会話配信中